回セイコーマート総選挙、競馬ライフ北海道番外編としてですね、今回は通い詰めたセイコーマートを振り返ってみよう。競馬ライフ北海道編のね、本編の方はねちょっと一旦終わったんですが、今回はですね3ヶ月生活して最も購入した商品は何なのか、北海道中心のね、コンビニで、知らない人も多いと思いますしね、コスパ重視のお金大好きの人間がなぜコンビニ、コスパとも悪いと言われているコンビニに通うのかと、ただのコンビニではないんです。その商品をねちょっと紹介しながらですね、セイコーマートの魅力っていうのをね今回お届けできたらと思います。別にこのセイコーマートの案件ではないのでね、今回勝手な何ですか、趣味で、はい、今回お送りしております。で今回ね、何を一番今年買っていたのかというのをですね、はい、こちら、セイコーマートだけのね、レシートを全部集めてですね、集計してですね、セイコーマートで今年一番買ったメニューは何なのかというのを、ランキングで今回紹介していこうと思います。で、全部集計してみたところ、今年ですね、143品、はい、購入しておりました。地道にね、集計していって、ちょっとランキングも作ってですね、今回はね、皆さんにもそれを予想していただこうかなと。そのね、143品の中からまずはですね、厳選した18品こちらです。18頭立てですね、セイコーマート総選挙、1枠1番からですね、アイスカフェラテ130円、そして、同枠ですね、1枠2番アイスコーヒー、これね、アイスコーヒーにするかアイスカフェラテにするかっていうのがね、結構ね、悩みどころではあるんですよね。で、2枠3番厚切りロールケーキ、2枠4番大きなおにぎり和風ツナマヨ、そして3枠5番、はい、こちら名物、セイコーマートのカツ丼ですよね。そして3枠6番がカニカマとエビの海鮮サラダ、京極丼ですね、4枠は。名水2リットルの水ですね、こちら。あとはですね、8番が京極の名水コーヒーゼリー。そして5枠9番が塩サバ焼き、小さいあれですね、150円ぐらいの惣菜ですね。で、5枠10番が冷たいカップそば、カップでね、小さい170円ぐらいだったかな、安いカップそば。そして、6枠11番がセコマジャスミンティー2リットル。これもなんかよう飲んだ気はするんだけどな。そして、6枠12番大本命、セコマガラナ。そして7枠13番がチョコミントソフト。いやー、ソフトクリーム美味しかったな。そして14番がトマトとキュウリのフレッシュサンド。サンドイッチですね、これは。朝の定番です、サイダー。そして7枠15番がトマトシリーズ。トマトたっぷりサラダですね。サラダもね、今年は結構食べた気がするんですよね。そして8枠、16番が豊臣ヨーグルト。そして17番が名水コーヒーですね。そして、大外、8枠18番がもずくサンバイズ。もずくですね。はい。以上の、18頭立てまで一応絞りました。はい。なので皆さんはですね、もうこの時点で、ちょっと3連単、1点勝負で、今年ね、競馬ライフ購入したランキング、トップ3をね、ちょっと当てていただこうかなと。でね、一応なんとなくね、競馬新聞っぽくしたんですけど、いや、ここね、だからこの時点でぜひ、まだ皆さん、結果見ないでね、この時点でコメントして予想を張ってください。はい、シンキングタイムです。いやー、18頭立てなんでね、だから3、3連単18通りなんだね、18×17×16 なんで、4000通りぐらいあるのかな、あるので、結構ね、難しいですよね。いやー、やっぱガラナと、あとトマトたっぷりサラダがね、今年は結構復活してたんで、いや、購入した気がするんですよね。あとはね、京極シリーズですよね。京極シリーズの何を買ってたんだと。あとね、トマトたっぷりサラダがない時にカニカマとエビのね、海鮮サラダ6番も割と買ってた気はするんですよね。いや、その辺がね、ちょっとポイントかなと。なので、ちょっとね、枠連で言うとね、7枠が結構熱いんじゃないかな。トマト系ですよね。お野菜をね、結構今年はね、健康診断とかも受けてますから、健康を意識してトマトを割と摂取した可能性がね、高いんじゃないかなと。なのでね、3連単1点勝負だったらな、はい、皆さんだったら何が競馬ライフが一番購入していたのかというね、1位2位3位を、はい、1点勝負で予想してみてください。というわけで、皆さん予想は出揃ったでしょうか。というわけでね、もう地道にね、全部を集計していって、行った回数とね、はい、カウントしていったんですけどね、第5位からの発表でございます。セイコーマート総選挙2024、第5位は、ドルル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 
アイスカフェラテでございます。こちらです。単純に喉乾いたんでいただきます。あーうめー。こちらのアイスカフェラテが4回購入しておりました。アイスカフェラテ置いてある店と置いてない店がね、結構半々ぐらいなので割と購入はできてなかったんですけど、今年は、アイスカフェラテの方を結構コーヒーじゃなくて、こちら4回買ってました。まあ、このね、アイスカフェラテのいいとこは、牛乳がうまいんですよ。北海道のね、牛乳を使っているので、このミルクが美味しいので、あえてアイスコーヒーじゃなくて、まあ、牛乳を使っているというのが、今回ね、購入の決め手でございます。もっとね、買ってると思ったんですけど、結構だから143品買ってて、結構まんべんなくいろんな商品を毎回買ってるんで、結構分かれて、で、僅差の、まあ、5位と、はい、いうことで、アイスカフェラテがまず5位にランクインでございます。では、第4位です。セイコーマート総選挙、第4位は、ドルルルルン8枠18番、もずく3杯酢でございます。なんとですね、今年のこのもずく3個入り178円なんですが、こちらがですね、なんと5回購入しておりました。3個入りなんで15食食べてるという計算なんで、まあ、結構な頻度で食べてますね。で、割と1回のサイズがちょうどいいのと、あとこれね、お箸使わないでそのままね、食べれるという、車上生活で結構洗い物をしなくて便利というのは大事なんで、はい。今回第4位が、はい、もずくということでね、意外とね、これも沖縄で出会ってから好きになったんですけど、もずくに。ハマったんですけど、いや、北海道来てもセイコーマートにね、手軽で手に入るということで、はい、もずく結構購入しておりました。さあ、こっからが、肝心な第3位の発表。こっからが副賞圏内3連単1点勝負の要になってきます。セイコーマート総選挙第3位の発表です。第3位はドルルン8枠16番豊臣ヨーグルトです。豊臣ヨーグルトが計6回の購入、しかもこの結構でっかいサイズで6回買ってます。はい。こちらも今年は結構購入していて、割とね、結構健康を意識したメニューとして、まあ、ヨーグルトっていうのを購入しておりました。まあ、4回目の今年北海道ですけど、いや、このね、ヨーグルトが3位に入ってきてる時点で、割と食生活が変わってるというかね、健康志向になってきている、まあ、証なんじゃないかなと。はい。なんと3着は、豊臣ヨーグルトでございました。だからこのね、多分北海道の牛乳を、このアイスカフェラテにも多分使ってるんですよ。ということで第3位は、はい、豊臣ヨーグルトでございました。いやー、これはまあまあまあ、でもそんな感じはした。うん。セイコーマート総選挙2024第2位の発表です。ドルルン第2位は4枠7番京極の名水2リットルでございます。はい、こちらは、計7回購入ということで、まあ、これはね、ちょっとね、盲点でしたね。なんでかっていうと、多分これ買ってるっていう意識はなくて、単純にやっぱ生活に使う水なので、普通に購入していたと。なので、もう結構もう、社内にいっぱいありますけど、多分ストック結構してるんで、あるんですけど、っていうくらい、自然に、やっぱ生きる上で水は必要なんでね。普通の人は多分、水を買うっていうことはなかなかないと思うんですけど、この生活は水道水と、とかいうあんまないんで、はい、結構水を買っていたという、いや、これはね、ちょっとこの水がね、難解だったんじゃないかなと。はい、だからこれ軽バンライフを毎回見てたとしても、なかなかこの名水庫の水を買いましたっていうのを紹介してなかったんで、いや、結構これはね、難易度高かったんじゃないかなと思います。そして栄えある第1位の発表です。セイコーマート総選挙2024第1位は、7枠15番、トマトたっぷりサラダです。はい。なんとですね、今年こちらがダントツ1位、計11回購入ということで、2024年軽バンライフの一番登場したのが、なんとこのトマトたっぷりサラダでございました。やっぱりですね、このお値段ですよ。200円。この値段でトマトが入ったサラダが買えるっていうのが、やっぱり他のコンビニではもちろんないし、スーパーでもなかなかないんですよ。なので、これがやはりですね、まあ最もコスパもいいし、まああとはやっぱヨーグルトもそうですけど、今年健康診断を受けてラーメンも控えてるんですけど、やっぱ年を重ねるごとに健康を意識するようになったなと。
やっぱり200円だったら、そして毎日ね、どこでもいつでも手軽に手に入るセイコーマートだったら、まあやっぱ毎日サラダを取ろうというね、気になるんですよね。そういうわけでですね、なんとトマトたっぷりサラダですね、今年は第1位11回の購入ということで、セイコーマート総選挙の、栄えある第1回優勝者でございます。おめでとうございます。おめでとう、誰に言ってんだはい、ちょっと待てよと、もう審議は審議と思ってる方、はい、皆さんいらっしゃると思います。はい、なんとですね、大本命だった6枠12番のセコマガラナ、まあ、さらにはですね、こちら名水コーヒーランクインしてないのかと皆さん思うと思うんですけど、あのガラナと名水コーヒーはですね、あのまだね、めちゃくちゃたくさん積んであるんですけど、買わなくてもいいというか飲みきれないぐらいですね、ありがたいことに皆さんからたくさんの差し入れをいただいてですね、はい、ガラナと名水コーヒーが好きだと今シーズンの初めの方に言ったことが功を奏してですね、なんと皆さんから本当に差し入ればっかりで、あの買うことがなかったということでですね、セイコーマート総選挙2024にはなんと掲示板にすら乗らないと、まあ、5着にすら入らないというまさかの大番狂わせがありました。まあ、これをね、予想できたが、視聴者の皆さんめちゃくちゃこれは鋭いと思います。ということでですね、セイコーマート総選挙第1回はですね、1着15番2着7番3着16番以上のように確定いたしました。はい、優勝された方、優勝的中された方、おめでとうございます。いや、これは難しいわ。いや、これは難しいで、これはだから厳密なところで言うとですね、チョコミントの13番のチョコミントソフト、まあ、この辺もだからソフトクリーム結構種類があったんで、メロンとかね、他のやつとかも食べてたりしますし、4番のおにぎりとかもいろんな種類のおにぎりをやっぱ一種類ずついろんなの食べてるんで、まあ、それをね、一食たりするとおにぎりとかももうちょいいい繊維、多分4回か5回食べてるんで、まあ、この辺がね、結構盲点だったかなと。まあ、あくまで今回は種類に限定してですね、ランキングを計測したので、まあ、こういう感じで、今回はね、セイコーマート総選挙2024は、決定いたしました。まあ、セイコーマートさんはね、なんでね、僕がこんなお金大好き人間なのに通っているかというとですね、コンビニなのに定価じゃないんですよ。安いんですよね。なので飲み物とかも100円とか、ガルナそれこそ108円とかで売ってますし、まあ、他のね、ドリンクとかも定価より安いんですよ。で、レジ袋も無料でくれますし、あとね、このトマトたっぷりサラダもそうなんですけど、まあ、これもドレッシングとか入ってるんですよ。ドレッシング別売りとかっていうね、そういうなんか微妙な商売ではなく、全部込み込みでちゃんと必要なものが200円で入ってるというところが、セイコーマートさんのなんか心遣いというかね、おもてなしというか、まあ、その辺が素晴らしいなと。まあ、あとはですね、北海道の製品がめちゃくちゃ多いということで、セイコーマートさんの、はい、キャッチフレーズが、レシートにも書いてますけど、はい。ここにある美味しさをお手頃に。はい。ということでですね、この北海道の素材を使った北海道ならではの商品っていうのが非常に多いんですよね。なので、やっぱり久しぶりに本州からね、北海道来たら、やっぱ北海道グルメを楽しみたいなという、なんか北海道愛の詰まった商品が非常に多いんですよね。それもね、なんかコンビニなんだけど、なんか、なんだろう、特別感っていうか、北海道に来たからセイコーマートに行こうっていう、まあ、動機づけの大きな要因です。まあ、あとはですね、その、一人用のサイズが非常に多いんですよね。サバとか、お魚とか、卵焼きとかも全部その一人用のサイズ。で、この間一人バーベキューもやったんですけど、バーベキューの素材とかも、食材とかも全部セイコーマートとかで揃ったりするので、まあ、そういう意味で、一人なんだけど、量が多すぎないで、普通にちょくちょく買って安く、しかも安く買えるというのが、まあ、セイコーマートのね、本当にいいとこだ。なので、なんか毎日ね、セイコーマート飯かって思いつつも、種類も結構あるんで、毎回いろんなものを食べる楽しみっていうのがあったりしたんで、いやー、やっぱりね、我らがセイコーマートは正義だなと。まあ、セイコーマート行ったことある人って皆さんどれくらいいるんですかね。このチャンネルを見てガラナをね、ネットで箱買いしてよという方とかはね、結構コメントで教えてくださるんですけど、皆さんどうでしょうか。いやー、セイコーマートがね、僕は本当に好きなんで、もうこのね、T シャツと、あとこのね、ネームプレートとかも、視聴者の方がね、作ってくださって、これもね、セコマ T シャツも売ってるんですけど、なかなか手に入らなかったところをね、いただくことができて、いやー、もう素晴らしい、旅するセイコーマーターとしてはね、もうこの上ない幸せでございます。セイコーマートさんはですね、全国ですね、ほぼ北海道にしかないんですけど、実は関東に茨城、あとは埼玉とかにも実はちょっとあったりして、調べたところですね、店舗数が、なんと1191店舗ございます。
まあ、そのうち1093店舗が北海道なので、まあ、ほぼ北海道にしかないという、まあ、なんですけど、これの数としてはですね、道の駅が全国に1221箇所あるというのを考えるとですね、まあ、ほぼ北海道にしかないセイコーマートが1191店舗あるっていうのは、もうものすごい数字だというのは、まあ、このね、数字を見ても皆さんわかると思います。本当にそれぐらい見渡せばセイコーマートがあるというのがこの北海道の景色なんで、ちょっと行った先にね、すぐそこにセイコーマートがあるんで、本当にね、なんかこの何、食料を買うのに困らない。そして毎回の食事に困らないというのは、ね、ライフラインを支えているというのがね、あ、このセイコーマートさんのね、まあすごいところというかね、助かるところでございます。ということでですね、今回はですね、セイコーマート総選挙と題してですね、まあ番外編ということで、本当にセイコーマート動画ではないけど、競馬ライフ北海道編をね、全部ご覧になってた方でもちょっと予想するのが難しかったかもしれないですけど、いや、僕の生活を支えてきたのは、この北海道を楽しめたのはね、いや、本当にセイコーマートさんあってのものですから、行った回数としては、計31回行ってるのかな？来店回数としては。ちょっとね、レシートとかなくしてしまってるのもあるんで、もしかしたらってか絶対もっと行ってるんですけど、だから計算すると多分3日に1回以上はセイコーマートに行ってます。めちゃくちゃ行ってる気がするんですけど、皆さん旅してる気分でね、この動画もご覧いただいてると思うんですけど、まあもしね、北海道訪れる際の楽しみとなるようにですね、今回ね、セイコーマートさんのね、まあ、まとめと、そしてね、まあ、競馬ライフ的買うべきおすすめメニューということでセイコーマート総選挙も行いました。いや、本当にね、僕は北海道が大好きなのでね、まあ、この動画を見て一人でも多くの方がね、北海道に興味を持った、そしてセイコーマートに興味を持ったと言って足を運んでいただければ嬉しく思います。いや、本当にね、今回番外編ということでね、競馬ライフ北海道、今回終わりましたけど、いや、次なる舞台はね、また本州へ舞台を移してね、新たなる旅、そして違う、新たなね、また素敵な景色が待ってると思いますんで、今ね、もう実はフェリーターミナルにいて、もうあと数時間後に僕は北海道旅立つというね、すごい悲しい状況なんですよ、心的には。なんですけど、こうやってね、今、セイコーマートグッズに囲まれて、幸せな気分でね、いや、楽しかった北海道とは言って、旅立とうと思います。セイコーマートへさあ行こうレッツゴー。はい、これセイコーマートさんの流れてる曲ですからぜひ皆さん iPod iPhone にぜひ入れて聴いてください。それではまた本週の本編の動画で。